場所にお集まりの皆さんのお手をお借りしまして三本締めをいたしますので皆さんご唱和お願いいたします。皆様おはようございます。町会役員の皆様、氏子の皆様、そして、境内の外でお待ちの担ぎ手の大勢の皆様、朝早くから本当にありがとうございます。それでいつもながら、松葉結び小林園の皆さんには、祭りを盛り立てて神輿を盛り立ててくださって本当にいつもありがとうございます。今日は暑いんで熱中症にはくれぐれも気をつけて頑張っていただきたいと思います。まもなく宮出しも執行されます。松葉結び、青年部の皆さん、あるいは、また同じく神門の頭の皆さんの言うことを聞いて今日も一日、事故なく、トラブルもなく、それで怪我もないようにして一日宮入りまで、頑張っていただきたいと思います。それでは皆さんと一緒に渡御の成功を記念いたしまして三本締めで手締めをしたいと思います。ご唱和ください。ありがとうございました。続きまして、五兵衛の引き渡し、宮司より宮出し五兵衛担当山田神輿副委員長へ五兵衛が引き渡されます。この前三崎稲荷の五兵衛でかっこよかったね。ゴールドの責任者同志儀の引き渡しでございます。宮司より竹本神輿副委員長宮出し同志儀担当でございます。それでは、宇都宮会長より宮出しの説明をお願いいたします。太田さんの寸大なんだ。寸大これは寸大なんだ。今言ってきたの。おはようございます。今日も一日いい天気に恵まれそうです。宮出しについてご説明申し上げます。本坊2本は、松葉町の反転、そして添え坊の左肩を青年部、右肩を松葉結びが担ぎます。ここで、その反転を紹介したいと思います。反転を着た代表の皆さん、ちょっとここにいらっしゃってください。松葉結び、松葉結びの反転、正規番転これでございます。そして、お囃子、松葉結びのお囃子線の反転もご紹介します。この緑の反転が松葉結びお囃子線の反転で、お見越しも担がせていただきます。それでは次に、青少年部の反転ご紹介します。上がってください。左側の青少年部のこれは正規番点です。ちょっと後ろも、そして、この松葉町の反転に、黄色い鉢巻き、これが同じく青少年部の反転です。はい、よろしくお願いします。そして、ここに今来てらっしゃいますこの青いと神輿と書いた反転が松葉町の反転でございます。この反転を着た方が本坊にありますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。そしてですね、去年と同じように宮入りは、祝詞の奏上もございますので、午後の5時にまっすぐ来ました。左側に保坂製作所さんがあります。そこに5時に並んで、待っていただきますのでよろしくお願いいたします。その反転は宮出しと一緒でございますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。どうもありがとうございます。これで、全て終わりです。小みこしを担ぐ皆様、どうぞみこしの周りに